おはようございます。4月26日日曜日の全国の天気をお伝えします。アイコンで確認していきましょう。今日は低気圧を北海道を通過し、そこから伸びる寒冷前線が本州付近を通過していきます。北日本、北海道や東北の日本海側、北陸では雲が広がりやすく、雨が降り雷や突風を伴う恐れがあります。降り方に注意が必要です。一方、西日本や東日本の太平洋側では日差しが届くところが多くなるものの、こちらでも雨が降る可能性があり、雷を伴う恐れがあります。空の変化にお気をつけください。昼間は過ごしやすい体感となるところが多くなるものの、北日本方面では少しひんやりと感じられそうです。上着などで調節を行ってください。また特に関東エリアでは気温が高く、25度の夏日予想となっているところもあります。季節外れの暖かさ、暑さとなりそうです。服装などでの調節が必要ですし、まだ暑さに慣れていない時期ですので、体調管理に十分ご注意ください。さあ、そしてウイルス対策指数も見ていきましょう。今日含めて3日間の予想となっているのですが、高いとなっている日も多くあります。手洗いなどもしっかりと行ってください。以上、全国の天気をお伝えしました。